あります。ホークス先発は2年連続の開幕投手田上聡太でした、はい、その立ち上がり、まあ、ちょっと高いんですけど力はありますよ ね、はい、特に若野さんご指摘 のストレートの走りは立ち上がりから良かったですね、はい、あとこういうカットボールをうまく使っていけば、はいはい、その立ち上がりは三者凡退のスタートになりました。一方こちらも開幕ローテーションをつかみながら現在は2軍調整中の玉村が今日のカープの先発、そして今日、腰の手術から実戦復帰の野村勇がまず立ち上がり、いきなりこの、はい、やっぱり足も速いですね、はい、まあおそらく嬉しかったでしょう。さあこちらも2軍調整中の正木です。これうまく打ってますね、はい、痛いです。レフト線へのツーベースヒット。この後渡辺陸がバットを折られながらもこれがピッチャー内野安打になります、まあ、ちょっと不運といえば不運ですけどね、チャンスが広がりました、はい、ここで井上、はい、まあ、この内野ゴロの間警察の間でしたけれども三塁ランナー帰って先制に成功という形になりました。3回です。ランナーを1人置いて野村勇の第2打席、今度は左中間へ、まあ実戦復帰からいきなりの2安打、そしてこの増田の好走塁もありました、まあ、3塁という形作りますからね、ここでこちらも2軍調整中アスリーヨ、まあ、ちょっと浅い当たりではありましたが増田がいいスタートを切ってホームに帰ってきました。これで2対0、ホークスの反撃は4回です、うん、このボールでしょうね、はい、やっぱりちょっと高くなるとこう、長打になりますから、はい、まあ、2軍調整中の琴ノ海とこれがファーム1号です。こちらも早く調子を上げて一塁に戻っていきたいところ。さあ5回の田上です。負けたこの回でマウンド降りることになるんですが、はい、まあ渡辺陸のあのリードも良かったでしょ、インサイドをうまく使いながらね、変化球も使ってますから、特にストレートの走りが今日は非常に良かった、はい、ですから変化球も効果的だったという田上です。一方の玉村です。5回の裏ランナーを2塁に置いて野村勇、はい、これが今日3本目のヒットがタイムリー、はい、完璧でしたね今日はね、はい、野村は結局これでベンチに退きましたが、まあ、大満足の実戦復帰ね。あとはあのケアですよね、はいはい、そして香山俊也を1イニング挟んで後半はこの松本が投げました。落ち着いてましたね、はいはい、3番手ですが三者凡退に抑えて自身の登板をスタートしました。7回です。ワンアウトランナー三塁一塁、カープは2番手の堀江でした、はい、ここで途中出場、ね、今日誕生日の笹川がレフト前へ、バースデータイムリーヒット1点追加4対1 21歳になりました笹川です。そして最後のマウンドにも松本春、最後までストレートを生かしながらうまく変化球を使ってバッターを打ち取っていきました。今日ホームランの小園もセカンドゴロ、最後は二股を三振に取ってゲームセット。